はい、皆さん不定詞と動名詞学んできましたよ。その学んできた中で不定詞の名詞適用法と動名詞には違いがないんだ、同じものなんだということも学びましたね。どちらも動詞を名詞にする働きがあって、意味はほにゃほにゃすることという意味でした。なのでこんな問題が出ても2通りの文を皆さんは書けるわけです。1番、私はピアノを弾くことを始めたというふうになっています。主語私は、だから愛ですね。述語始めたというふうに言っているので、スタートの過去形スターティルでもいいし、ビギンの過去形ビギャンでもいいです。で、この次にピアノを弾くことを始めた、弾くことを始めた、弾くことというのが不定詞の名詞適用法 to play で弾くことでもいいし、動名詞 playing にして弾くことでもいいし、とりあえず後ろに the piano をつけてあげれば、これでピアノを弾くことを始めたという文が出来上がるわけですね。だけど使い分けというものがどうしても出てきちゃいます。例えば2番、こんな感じです。私はピアノを弾くことを決心したというふうになりました。さっきの始めたという部分が決心したというふうに変わっただけなんですけれども、ちょっと使い方が変わります。主語私は、だから愛ですね。述語決心した、決心するという単語 decide という単語があるので、それの過去形をつけてあげましょう。で、この後ろに弾くことなので to play か playing を置かなければいけないんですが、これどっちかしか置けません。さあ、じゃあどっちかっていう風になった時、ポイントになるのはここです。不定詞は未来を表して、動名詞は過去を表すという決まりがあります。っていうことは、これピアノを弾こうと決心したこの瞬間はまだピアノを弾いてないわけです。ピアノを弾くことというこの行動自体はまだなんだから、未来の出来事だから、ここ不定詞を使わないといけないっていう決まりになりますですね。decide の後ろは不定詞だというふうに覚えておいてください。じゃあ3番、私はピアノを弾くことを楽しんだという文が出てきました。じゃあこれはどう変わるのかっていうふうになると、主語私は、だから愛ですね。述語楽しんだというふうに言っているので、楽しむという単語 enjoy という単語、これの過去形 enjoyed を入れてあげます。で、この次にピアノを弾くこと、また同じく弾くことが来ましたよ。で、ここで不定詞を取るのか動名詞を取るのかっていう風になったら、これどっちかしか取れません。その時に考えられるのが、この楽しんだ瞬間です。ああ楽しかったって思った瞬間、この人はピアノを弾きましたか、まだ弾いてませんかっていう話。そしたらピアノを弾いたから、ああ楽しかったっていう風になった。なので、ピアノを弾くというこの行動は過去になるので、過去を表せるのは動名詞というふうになるわけです。が、enjoy の後ろは動名詞じゃないといけないよという決まりがあるわけですね。で、いちいちそんな過去か未来かっていうのを考えるのは結構大変です。なので、覚えちゃった方が早いと思います。はい、後ろに不定詞を取る単語というのが、もう decide, try, want と決まってます。さっきのように使い分けてくれれば OK です。で、後ろに動名詞を取る単語っていうのが、もう enjoy と finish っていう風に決まっちゃってるので、これ覚えちゃった方が早いです。もうこれが来たら後ろは動名詞って覚えちゃった方が早いですですね。で、世の中の先生の中には、後ろに動名詞を取るのは enjoy と finish と stop だよっていう先生がいますが、それ間違いです。 stop はどっちも取ることができます。例えば動名詞を取るとこんな感じ、 I stopped listening to musicという風になって、音楽を聞くことという風になりますね。音楽を聞くことをやめたという意味になるわけです。で、後ろに不定詞を取ることができます。不定詞を取ったらこんな感じ、 I stopped to listen to music という風に、この to listen が不定詞です。で、ただこれ不定詞を取るとストップの意味自体が変わっちゃいます。さっきはやめたという意味になりましたが、ここ私は音楽を聴くために立ち止まったっていう意味になります。ストップの意味がやめたではなくて立ち止まったという意味になるし、不定詞が名詞的用法ではなくて聴くためにという副詞的用法に変わるよっていうことになります。なので絶対に動名詞というわけではありません。
はい、最後ちょっとこれを考えてほしいかな。上の文 I remember 覚えているという単語です。ロッキング、これはまあロック日本語でも使っているかな、鍵をかけるという意味ですね。 The door という文と I remember to lock the door という2つの文がありました。ロッキングという動名詞と to lock という不定詞です。これにも使い分けがあって意味が変わっちゃうわけですね。この2つの意味の違いをちょっと考えてください。考えました？はい。で、これはそこの赤字です。不定詞は未来を表し、動名詞は過去を表す。ので、上の文は私はドアに鍵をかけたことを覚えているという文になります。だけど下の文は不定詞の部分が未来になるので、これから鍵をかけるんです。なので私はドアにこれから鍵をかけることを覚えているよという意味になるので、意味が全然変わります。こんなのもありますので、ちょっと覚えておいて頭の片隅にでも入れておいてくれると嬉しいなと思います。以上、ご清聴どうもありがとうございました。